皆さんこんにちは、理学療法士の宮島優です。今回は TK 術後の治療ルーティンを紹介したいと思います。この間 TK 後超急性期の対処法みたいなのをちょっと紹介させていただいたんですが、今回は実際にリハビリ室にこうちょっと来てもらってどういう治療をやっていこうかっていう治療ルーティンを紹介させていただきたいと思います。僕以前ですね、 TK の術後の患者さんをすごくたくさん見ている時期がありまして、もうほんと200例以上ですね見ていましたんで、それを経験をもとにですね、まずこういうことをやったらこう間違いないですっていうような治療っていうのを紹介したいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。TK 術後の、治療ルーティーンを紹介していきたいと思います。まず一つ目が膝関節伸展可動域の向上ですね。これは術後早期から結構やっていけますので、これをまずやっぱりやっていきます。ちょっと余談ですが、 TK 後の伸展可動域はめちゃめちゃ気にする整形科の先生方多いです。屈曲はある程度しか曲がんなかったけど、伸展がしっかり出てれば OK っていう風におっしゃる先生方非常に多いんで、伸展可動域をしっかり出すっていうのは結構その先生の信頼にもつながってきますんで、伸展の可動域めちゃめちゃ大事になってきます。 TK 後はですね、伸展もでも結構痛いです。伸展も結構痛いので、まずはこの下に枕入れるなり、自分の膝なんかを患者さんの膝の下に挿入して、まずはちょっと安心していただくと、ゆっくりですね痛みの範囲内で膝伸ばしていきますねっていう形で手で持ちながらですね、で膝を抜いてゆっくりゆっくりこうやって膝を、伸ばしていきます。膝を伸ばしていった時にですね、どこが突っ張るかなっていうのを手で感じながら、突っ張ってる場所をこうやってちょっとほぐしたりしつつ、徐々に徐々にっていう形で膝を伸ばしていきます。プラスですね、これは他の動画とかでも紹介してますが、股関節外転位だと開くのかなとか、内転位だとよりきついのかなみたいなとかもこうちょっと見ていながらやると、内転位ですごく痛そうで、外転位だと結構楽そうだなっていう風になった場合は、大腿筋膜張筋ですね、大腿筋膜張筋や中殿筋などをこうやってほぐしながら、少しずつ手をこう緩めていって、ちょっとずつこう伸びるかなみたいな感じにやってもらえるといいと思います。 TK はですね、基本皮膚は表面を切るんでやっぱ前の方が痛いんですが、どうしても半月板とか切除したり、あと骨切ってるんで、後ろもやっぱもちろんノーダメージではないんですよね。やっぱり前切ってるから後ろは大丈夫でしょうって言って、いきなり最初からガーとかやったりとかすると患者さんの信頼に関わりますんで、あくまでも丁寧に丁寧にっていう形で伸展の可動域を出すようにしてください。 TK 術後の治療ルーティンの2つ目ですね、2つ目は癒着の予防になります。手術したところの傷、筋肉と骨の間とか、皮膚と筋肉の間とかですね、そういったところとかが癒着してしまって、その後の可動域制限につながっちゃったりするので、癒着を予防していくっていうことが大事になります。癒着をどうやって予防していくかの一つ目が筋収縮になりますね。筋肉が収縮することによって骨と筋肉の間の滑走をまず促せますし、あと皮膚を少し止めた状態のまま筋肉の収縮を出したりすると、皮膚と筋肉の間の滑走を出したりすることができます。なのでこの2種類の方法でですね、癒着を予防するっていうことをやっていきます。実際のやり方としましては、クワッドセッティングっていうような形ですね、今回はちょっと寝てやってもらってますが、ちょっと膝を曲げた状態から僕のこの手を押すように、膝伸ばすように力入れてみてくださいっていう形で、大腿四頭筋をとにかく収縮させる、可能な範囲で大きく収縮させたり伸ばしたりっていうのをやった方がいいので、プラスですね、さっき言った皮膚と筋肉の間の滑走を出すためには、ここの皮膚の部分をこうちょっとつまみます。術装部が大体こうやってありますので、傷を塞ぐような形でつまんでもらえればいいと思います。つまんだ状態のまま、じゃあ曲げられるところまでまた曲げてください、はい、じゃあ今度伸ばしてくださいっていう風にやっていきます。そうすると皮膚はつまんで固定された状態のまま、下の方の筋肉が収縮したり伸びたり収縮したり伸びたりっていう形で動きますんで、そうすると皮膚と筋肉の間の癒着っていうのを予防することができます。なんでこの癒着の予防っていうこともすごく重要になってきますので、これもやってもらえればなと思います。治療ルーティンの3つ目ですね、3つ目は痛みの範囲内での屈曲可動域の向上になります。屈曲可動域はですね、僕は術後3日目ぐらいから結構徐々にやるぐらいな形で普段はやってました。それなんでかっていうと、術後の炎症の修復過程の関係で増殖期っていった形で傷がこう塞がってくるのが術後3日目ぐらいからっていう風に
と言われてるので、まあ、初日とか2日目ぐらいは少しは動かすんですけど、まあ、ほとんど攻めない、大丈夫な範囲まで曲げますとかっていうより、まあ、さっきの癒着の予防ぐらいな形で、じゃあ大丈夫な範囲まで曲げて伸ばしましょうねぐらいまでしかやらないです。術後3日目以降ですねに関しては、まあ、大丈夫な範囲で可能な限り曲げて伸ばすっていうのをやっていきます。でこの時もやっぱりポイントがあって、やっぱりとにかく痛くさせないってことですね。もちろん患者さんの性格によっては痛くてもいいからやってくださいっていうような人とかもいるんですけど、大体は皆さんやっぱり手術で痛いですし、あと心配でなんか痛いことやられるんじゃないかっていう形ですごくガッて力が入っちゃう方がすごく多いです。宮島がやってくれた時は結構楽に曲がるなっていう風なのを患者さんに感じていただくとかっていうのがやっぱりものすごく大事になってきますので、この辺は超デリケートにやっていく必要があります。やり方としましては、ここの肩の真ん中よりちょっと足首側のところに手を入れて、あとは太もものだいたい中点ぐらいのところですね、ここに手を入れて、足を持ち上げます。重心を持った上で持ち上げる、足を入れます。足を入れて自分の太ももの上にこうやって足を入れて、で徐々に曲げていくみたいなことをやります。とにかくここの足がしっかり安定した状態で曲げていくっていうのがものすごく重要になってきます。この状態で大丈夫なところまで一緒に曲げてみましょうかっていう形で、患者さんに力も入れてもらいながらこうやって曲げていくっていうこととかをやるといいと思います。その時とかに手でですね、皮膚の傷の部分をこうやって支えてたりとか、侵入方法ですね、ミッドバスタスアプローチとかメディアルパラパテラアプローチとかいろいろアプローチあると思うんですけど、その中の部分の侵入部位の傷がですね開かないように、例えばメディアルパラパテラだったらここの上こう縦に切りますんで、この縦の部分をこうやってギュッて寄せてあげるとか、ミッドバスタスだと少し斜めになるんで斜め方向にこう内側後筋をこうやって寄せてあげるとか、そういった形でこの侵入部位が開かないように寄せてあげながら曲げると、それだったら痛くないですっていう風におっしゃる患者さん結構いらっしゃいますんで、そんな感じで徐々に曲げる徐々に曲げるっていう形でやってもらえるといいと思います。こんな感じで急性期は本当に少しずつ少しずつ曲げてってもらって、痛くない範囲で力も入れていただきながらやっていくっていう風にやってもらって、例えば1週間経って結構痛みが引いてきましたとか、あともう2週間経って退院後のリハビリになりましたっていう風になったら、結構ガンガン動かせたりするんで、そういう風になったらこういう形でこうグイーって曲げたりとかですね、この辺をこうやってグーって動かしながらとかっていう治療を結構やってったりします。本当にデリケートデリケートにやっていくっていうことが非常に大事になってきますんで、意識しながら取り組んでいただければなと思います。今回は TK 術後の治療ルーティンを紹介しました。何かわからないこととかリクエスト等ありましたらコメント欄の方までよろしくお願いします。この動画がいいなと思ってくださった方はチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。Twitter もやってますのでぜひフォローしていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。今うちの会社でメインでやってる授業が整体とピラティススタジオっていうのがあるんですけど、こちらでスタッフを募集しています。特にピラティススタジオの方はこれから100店舗を目指していくんですけど、まだ今店舗が少ない状態なので、今から入った方でもどんどんマネージャーとか管理職の方を目指すことができます。海外でも事業展開をしていく構想があるので、英語が喋れて整体とかピラティスやってもいいよっていう方は優遇しますんで、ぜひ来てください。具体的には、概要欄に整体のリンクとピラティススタジオのリンクを貼っておくので、そちらに登録して詳細を確認していただければと思います。海外希望の方はどちらかの LINE で海外希望を伝えてもらえれば検討させていただきます。まずはお気軽に登録してご連絡いただければと思います。